お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらの 2.1 ウォールブレイカーデッキねやっていきたいなと思います。前ね超高回転の 2.0 ウォールブレイカーというデッキが話題になったと思うんですけど、それのね、まあ、0.1 重くなった 2.1 バージョンのこのね高回転ウォールブレイカーが生まれましたというわけでやっていきます。で前はね多分アイゴレコウモリとかだったと思うんですけど、今回ね大砲が入ってボンバーですね、はい、ボンバーが入ったことによって、まあ、防衛もね、なんとかできるでしょうというようなデッキです。でそれは全て吹き矢にね頼るといった感じなんですけども、まあ、これがねまあ、バカおもろいです。なんか回転が早すぎるんで、なんかもうとりあえず出しとけばなんとかなるみたいな感じになります、マジで。まあ、あとはこう大型系も大砲がね2周3周と回るのと、まあ、あとは LSP がねあることによってこうスパーキーだったり、まあ、ゴレダクネとかも基本的には守りやすくなったかなという印象があります。基本的にだからもうなんかウォールブレイカー投げまくってこう流れてきたのを吹き矢とかボンバーで全部回収していくっていうイメージかな。でこれはまあヒースピオに一旦ウッド打ってからのスケでボコボコにされてからのボンバーでウォールブレイカーで防衛しつつ攻めていきます。あん一体行かれちゃった。いやーこれ2体いたら入ってたな。いや入るんかい。でこれボンバーが地味強な剣ですね。ウッド打てばボンバー延命できましたが、まあまあまあ2コスでねボンバー出せるので積極的にボンバー出して矢の雨とかでねやられちゃうんですけども、そこそこあいつ活躍するんでね、最近はなんかエレジェイとかゴレとか、まあ、なんかそういったデッキのタルババの枠がね基本的に全部ボンバーになってるんですよ。そうとりあえずボンバー、そう2コスで、まあ、やっぱ手軽にポイって出せる。しかもスケルトンとかワンパンでね倒せるので結構ね援護役としてすごい優秀なカードになりました、このボンバーくん。でここはもうね大砲で守ってこの瞬間に一回攻めてあげる。そしたらね相手はこう攻めスペルとか打ちたくても一回守らないといけないんでね。さあそしてもうどん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 高回転で攻めていきます。で今回の僕の対戦相手のデッキはメガナイトマザニックザッピーの、ホバのロイフグですね。エリババメガナイトのもう環境でねめちゃくちゃ強いと言われてるメガナイトエリババですね。さあですが結局はもう大砲とボンバーもあるし回転が早いので何とでもなっちゃうと思うんですよね。もう僕はマジ無限攻めです。無限攻めで漏れてきたのを適当にねユニットで回収したい。でなんならキング起動したいんですよね僕は。だからちょっとだけキング起動を狙っていく。接続で問題が起きています。しばらくしてからやり直してください。やばいやばい、今動画に多分ね入っちゃったと思うんですけど、シリが起動しやがって、ちょっとやばびっくりした。しかもめちゃくちゃ大音量、すげえ迷惑なの。やばびっくりした今シリがすげえ反応しちゃった。これやばいっすね。ちょっとびっくりして、びっくりしてる間になんかダメージ受けちゃってるんですけど。でこういうところはもう攻めつつもう竹取りつつみたいなね。さあディガーかねウォールブレイカーどっちかは入るでしょう。さあウッド圏内グッドゲームですね。まあもっともっと両サイド攻めてもよかったかもしれないんですけど、ちょっとシリ天敵が現れちゃって危ねえ。まあ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 対空が吹き矢だけなんで、吹き矢にね矢の雨とかファイアボールとかもし打たれたらきついじゃんってなるんですけど、もうスキー LSP ボンバーウッドでまたね吹き矢出せますので、もう無限高回転でいきましょう。よろしく。まあ、なんかアイゴルとか、まあ、ナイトとか今回盾がないっていうのがね気持ちこう厄介というか、もしかしたらねこう大変かもしれないんですけど、まあまあ全て高回転でご利用しちゃいましょうというデッキですね。ボンバー頼りです。ボンバーと吹き矢。さあこれはちょっと邪魔だな。ゴブゴヤプリンス、なんかゴブジャイゴブゴヤプリンスみたいなデッキもあった気がする。オーブンとか入ったり、最近なんか小屋が地味に使われてる気がしますが、どうでしょうか。さあおしゃれなやついきますね。これ真ん中ディガーですね。タワーの横ディガーだと相手の逆サイドのタワーの竹も取れてるので、もしねこのウォールブレイカー今回無視されたんですけど、タルババ打たれたりザップとか打たれても今のタワーに入るっていうね、なんかまあ視覚誘導を狙った攻めみたいな感じですね。でこれは多分ライトニング打たれると思うんで、一回ボンバー出してボンバーじゃない大砲出してめちゃくちゃ高回転で回して、もしね
これライトニング打たれてももう一周ね攻めれるって、あ今回相手がファイボだからこの大砲突破がね相手めちゃくちゃきついですよ。これ激アツですね。で今タルババ使ったハイログ厚木そこ絶対ユニットで受けてくれたんだからここもね無理やり突破しちゃいます。あは全部舞台になっちゃう、全部舞台になっちゃう、やめて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 、あは痛い、いやめっちゃ来るな。でもこれを全部ねあのボンバー組んでね回収していきます。やべボンバー、あボンバー裏切りやがったな急にさっきまでめちゃくちゃ頑張ってやってたのに、攻撃してたのに急に寝返るからな。オッケー、大砲バカ強いですね。ライトニングだと大砲ワンパンされちゃうんですけど、今回ファイボなことによってね相手はなかなか大砲突破できません。しかもなんかボンバーとか吹き矢もやっぱファイボで処理したいと思うんですけど、こいつらもう2コスとか3コスなんで、なんかマザネクとかホバとかにファイブ打っても別に損した気分にはならないですけど、2コスなんでね地味にこうファイブ打ちたいけどどうしようみたいな感じになっちゃいますよね。さあでここは一回大砲置きます。大砲置いて防衛からですね。でこれ1個上だとファイブが当たんないと思うんですけど、多分ねベビドラとかの蓋がね嫌ですね僕は。まあ多分来るでしょう。吹き矢出してあげてタゲも取ってあげて、やべさあ、まあとりあえずもう大砲に頑張ってもらいたいけど、いやマザネクがやべ、多分マザネクをね確実に僕は処理しないと事故るので、よいしょ、ふっ、耐えれ、いやこれは耐えれるのか、耐えれそうだけど耐えれないですね。まあ耐えれないんですけど、まあ相手のターンは600なので最悪こんな感じでおられても削り勝てるんじゃないのかなとか思ってるんですけど、あとウッド3周ぐらい回せるかなウッド3周やべえな、さすがに無理かな。まあ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 、さあこれはキングに寄せてあげて、でこの間にディガオールベーカーで攻めると相手はね防衛しないといけないのでエレジェイがね不完全に終わります。いやめちゃくちゃいいトレーニングだな。さあ次のウッドで終わります。てん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 、オッケー。さあ、まあ、これがね高回転の強み。とりあえず前半の間に攻めまくって両タワーね削っとけば、こんな感じで後半ねご了承されて1本おられても、まあ、削り切れると。さあダンミツさんジジです。さあ来た、まあなんか大砲あるだけでちょっと安心感がありますよね。最近こう LGI もねちらほらいるので施設がないとやっぱね防衛は結構大変なんですね、ここ最近。そうだから施設はもうなんか当たり前に入ってる環境な気がします、ここ最近は。まあ入ってないデッキもありますけどね、いろいろエリババ行ったら守れるとかそういったところです。さあ今回はザッピーくんですね。ザッピーくんこのデッキからしたら美味しいですね。ボンバー吹き矢全部回収できるのでこの辺りでロイフグか。さあ5打ってきたら吹き矢がねで延命してあげて、もうオールブレイカーとかで攻めつつのタルババ来ても延命したいなーなんて思いながら、いやめちゃくちゃ綺麗な防衛だな、やだな攻めてほしくないな。ホバリングとザッピーと親衛隊の方でしたね、はい、親衛隊ロイフグ。さあこれも吹き矢出してあげて5打ってきたらボンバー生きるよねっていう感じですね。ファイブ打たないと相手はこれ突破できないよねっていう、いや強えなこれで。ちょっと一旦攻めてあげようかな。でこれタルババ来たらまあ来たで延命してあげてね、吹き矢勝手に延命するかこいつ。ディガーでよいしょ、いやーこれ間に合ってれば熱かったけど、まあ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 、いや高回転ボンバーと高回転吹き矢が強いっすね。まあどっちも矢の雨で知るんですけど、しっかり離した位置にね置いとけば一緒に処されることがまあ基本的にはないので、まあ、一番きついのはマジでこのホバリングぐらい。さあまあファイブ打たれたとてしっかりダメージ抑えて一発入る。で次がタルババのターンかな、だから次はディガープラスオールブレーカーでいきたいですよね。まあまあまあ一回イモりましょうか。イモれるかなこれ、ちょっとここでね謎に攻めちゃうっていう謎に攻めてもオッケーオッケー一発入るし、
これ全部守れそう。よし、このねホバーだけっすね。マジホバーだけ事故らなければ吹矢くんも最強だし、オッケーオッケーオッケー。マジでホバーだけですね。ホバーを直接処理するのが僕吹矢しかいないので、吹矢だけね頑張ってもらえば。いや、いいっすね。いや、めちゃくちゃ強いなこのデッキ。もうどんどん攻めてえもんな。もう攻めたもん勝ちみたいなデッキしてますよこれ。さあ、まあごぼうりかこれは直接。うん、でこの間にボンバーで処理してあげて、逆サイド来るのもまあ一旦攻めてから、あのボンバー、まあ吹き矢かさあ回収してあげましょう。いいですね。いやこれ、まあ、左だけ攻めるのどうなんだろうなっていう思いもあるんですけど、でこれ延命してあげたいですね。できるだけ吹き矢は延命できるならしてあげて、攻め打ったとかもしたら、まあ、ごぼりかワンチャントップできない、気合で。あー気合が足りん。でボンバーでもいいんですけど、ちょっと吹き矢が個人的にボンバーより好きなので吹き矢に頑張ってもらいます。で牢獄来ても大砲置いてね、大砲だっけなんだっけ名前忘れた。オッケーオッケー。さあ一発入るんじゃね。ナイス。さあウッドがあとはもう2周かな。いやこの時バカ強いですね。まあただただこの新兵隊牢獄に強いだけだと思うんですけど、さあもう無限に攻めてあげて、ディガーも拾わないといけないし、ウォールブレーカーもね止めないといけない。これ神相性っすね。これはやばい。まあ、ボンバーって、まあ、もともとね、牢獄でめちゃくちゃ強かったんですけど、まあ、2コスになって、まあ、火力とかが落ちて、まあ、どうなのって感じですけど、まあ、普通にね、まだまだ牢獄とかにも強いので、2コスで守れちゃうんだよね。サスケ、ワンチャンミラーか？お、26だ。26は、どうだろう。まあ、大砲高回転。僕の、ディガー削りがすごい大事になってきますね。あ、バルキリーだ。なんか入るんじゃない？ドゥドゥン。いや、でかっ。クエイコグか。さあ、クエイコグだと、吹き矢がウッドでやられ、ウォールブレイカーがデリでやられ、大砲がクエイクでやられちゃうんですけども、まあ、回転早いからなんとかなるんじゃねっていう。すべて回転頼りでやっていきます。これちょっと延命してな。鎌が強いからな。オッケー。さあディガーでね削っていくよ。で大砲クエイク垂れたら、まあ吹き矢かウッドぐらいでいい気がするな。で吹き矢は低めにやっとけば相手ウッドなんでね届かないと思います。まあまあ届いてもいいか。 LSP 連盟で積極的にもディガーでウッド来たらウォールブレイカーかな。さあこの吹き矢はデリー、ここウォールブレイカー行くと、まあ、ウッド使ってくれると、次のね、僕の吹き矢がまあ無双するので、まあ、使ってもらって、オッケー。さあ、1100まで削ったら、あとウッドが、ウッド一発72でしょ？計算できねえな。16ぐらい？ 16 回ぐらいだと。遠すぎるか。まあ、ディガー一発入れば、ウッドコロガス回数も1回減ると思って、バルキリー、ボンバー。ボンバーってクエイク、ウッドぐらいで飛びそうだけど。まあまあまあ。で、ここで相手が攻めてきたタイミングで僕も一緒に攻めてあげれば、相手としてはね、なかなかこう、防衛が難しくなると思うんですよ、普通ね。オッケー！一発入る。これボンバーさ、たまたまナイス！しかも一発200ってでけえな。で、このね、1に出してあげて、まあ、この瞬間にね、僕が攻めてあげれば、相手はね、クエイクを打ってるので、まあ、ディガーかウォルブレーカーかどっちか取るでしょうというね。同時タイミングに攻めるのが大事です。さあ、ボンバーこの辺置いて、ホグ来たら大砲置いて、これで攻めてあげれば、まあ、入るよねって。僕はもうあと右側多分落とせるので、まあ、左側もね、攻めつつ、よいしょ。オッケー！ 1100 ですね。まあ、とりあえず、回転が早い。これなんか普通に強そうだな。なんかネタ感あるけど、ラバルぐらいしか負けないっすよね。こういうデッキって。なんなら上手い人って、ね、こういう空少ないデッキで当たり前に対空に勝つんですよ。まあ、今回だと、この直接溶かすのがきついですけど、
あの大砲って大砲と大砲、まあ施設と施設でバルーンとかってキング起動できるんですよ。だから最初にワン大砲置いてスケールスピとかでいろいろ回して2周目大砲をねこのキングの前に置くとそうキング起動できるので、そうやってねバルーンを守るっていう方法もまあないことはない。全然それが多分戦う手段なのかな。そうじゃないと戦えない気がしますね。さあ攻めちゃおう。エレジエだ。エレジエのテンプレか。しかもエリババ型でしたね。さあ大砲置いて多分ここにねライトニングを打ってくると思うんですけど、だから僕は次の大砲を無理やり回してあと思ったけど打ってこないならまあ普通に守ります。トルネツせえな。俺のサブがさ、あの吹き矢とボンバーでバカもろいんで、今みたいにトルネでね座れちゃうと一瞬でもう自殺しちゃうっていうね。いやだからそれちょっとむずいですね。まあ今の吹き矢とウォールブレーカーじゃねえな、この爆弾吹き矢と、ボンバーくんですねが一緒にこうトルネで巻き込まれたのが良くなかったので、もうちょっと離さないといけないですね。トルネの円が結構でかいんですよね。さあこれ地味に無視できないね。ディガスケそこそこにうざいっすよねこれ。さあで僕はまあボンバー出して大砲出してからのニコスケいっぱい出しまくって、もうここでも釣れるんですよね。施設さあ相手はエリババ出したからさすがにあのコストはない。あのコストというか2周目を出す。オッケーオッケー。ライトニングか。ライトニング打つコストはなくて、さあボンバーでそこそこ守る。ウォールブレーカーもいっちゃってね、ガンガン行こうぜ。さあまあ回転早いからな、これエリババとか全然怖くないですよね。でちょっとこれスキアを縦にして、あの吹き矢を延命したいな。2周オッケーオッケー。いやめっちゃいいこれ。さあからのこれも入るでしょう。止まらんぞ。で大砲この位置置いて、でトルネ使ったからこの吹き矢最強で、まあ、相手はこれを多分突破するのにライトニングを使うと思うんですよ。だからここでもう一回大砲が回ってくる。よしよし、 いいね。で相手はもうエリババ出すぐらいしか多分することないですよね。オッケー。ででで、いやあっつ、回転早すぎっすねマジで。普通はねライトニング打たれたら突破できるですけど、てか突破されちゃうけど、回転早いからね、無限にこうやって施設も回せるので、エリジアイとかね多分大型にもね買ってるよという最新型超高回転ウォールブレーカーですね。皆さんもぜひねこちら使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。